アテネオリンピックスタジアムはギリシャアテネのアテネオリンピックスポーツコンプレックス内にある多目的スタジアムである。サッカーギリシャ代表のホームとなっている他にエクアテネとパナシナイコスのホームスタジアムとなっている。収容人数は7万5千人。設計者はサンティアゴからトラバが手掛けている。もともとは1982年に開かれたヨーロッパ。 陸上競技選手権大会のために建設された。1996年のオリンピック招致のために、サンティアゴからトラバの設計により、大規模改修が行われたが、アトランタに敗れ1997年に行われた、IAAF 世界陸上選手権、2004年、アテネオリンピックのメイン競技場になった。当初2004年4月に完成する予定であったが、その後6月、 オリンピック直前の7月と完成時期は延期された。1896年の第1回夏季オリンピックアテネ大会男子マラソン優勝者のスピリドン・ルイスを記念し、スタジアムの名前にルイスの名が入っている。また、オリンピアコスの本拠地、ゲオルギス・カライス・カキス・スタジアムと共に、サッカーギリシャ代表の試合もここで行われる。 UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦も数回行われている1993から94シーズンに AC ミラン対 FC バルセロナ2006-07シーズンに AC ミラン対リバプール FC ありがとうございます。